こんにちは。今日はですね、炊き込みご飯を作ります。今日3合ご飯炊こうと思ってるんで、3合のお米は洗ってあります。これ3合ですから、3のところに合わせて、調節してます。水はね、でどれぐらい浸してあるの？30分ぐらい前に洗いました、はい。まあ今の電気釜よくできてるからね、洗ってすぐこれ入れて炊いてもちゃんとできると思うんですけど、今日は時間があったんで30分ぐらい前に洗っておきました。はい、材料ですね、まあ今日もうちにあるものでやるんですけども、干し椎茸、これはねこの戻し水も使います。これ一緒に入れて炊くと美味しいんでね。それとしめじと舞茸とえのきね、それに人参、彩り人参、それと油揚げと藤っ子の塩昆布をね入れます。切り方は何でもいいんですけど、こんな感じに切って、ババいつもね具だくさんになっちゃうんですよね。いつもたくさん作っちゃうんでね、これではちょっと3合で多いかもしれないんですけど、ちょっと長いかな。で半分に切りましょう。ほんとね、こういうのはあるもんで大丈夫ですね。今日はね油揚げもちょっと入れますけど、油揚げがなくて鶏肉がちょっと余ってんだよっていう時は鶏肉でもいいですし、鶏肉生でねご飯の中に入れるの嫌だなと思う人はちょっと電子レンジでねやってもいいでしょうし、炒めてもいいですね。本当はね自己流ですからいい加減ですよ。すごいちゃんとね習ったわけでも何でもない自分がいつもやってる料理なんで、本当こんなんでいいのかなと思うんだけど、感じでいいかな。ああ使うよ、今切るよ。もったいないから、これ手でね外してるとめんどくさいから、切ってあるやつをね私買ってきてるんで、全部食べやすい大きさに切る。そうまあね、しなっとなっちゃうからね、ご飯に入るとね、はい、これが全部入る材料です。ちょっとね多いかなとも思うんだけど、はい。それではですね、これから200ぐらいお水を抜きますね。はい、これ200取りました。200振ってますね。したらまたダメですよ、これちゃんと200入れないとね、そうしたら椎茸の戻し汁、それにお酒も、そうね大さじ1杯ぐらいでいいかな。その辺も適当ね、そう目分量、そう、あとこれまろやかになるからね、みりん、これも同じぐらいかな。昆布でねちょっと色はつくんだけど、お醤油もんじゃちょっとだけ、はい、大さじ1杯弱ぐらいかな。ちょっとまだ200にならないから、でそれで調整するんだ、はい。でこれ200取った分200入れます。ここにね入れますよ、そうするとねこれだけではねちょっと塩味がね、そうね小さじ半
分ぐらい入れます。はい、それに塩昆布を入れますね。これ今日半分だけね、これの約半分ぐらい入れましょう。はい、塩昆布入りました。入れます。いやー、いっぱいになっちゃったねで自分で用意して自分で切ったよこんなんで大丈夫って言われちゃうけど、これがね大丈夫なんですよ。こんな感じね、はい、うん、もう今日ちょっとね具だくさんですね、うん、はい、これでじゃあ炊きます。はい、普通の炊飯、そう普通でいい。はい、ご飯できました。よいしょ、はい、さすがに熱いねはい、これで混ざったかな。じゃあよそってみる、うん、はい、おいしくできました。ほんとね、きのこ尽くしで、塩昆布がねちょこっとここら辺にはあるんだけど、あの色が薄くなっちゃってるね。でも味は塩昆布がねちゃんと効いてるから美味しいですよ。これお米もねちゃんとできてます。したいね、うん、食べてみます。美味しいですね。それでやっぱりね味がちょっとまあ薄いかなと思う方は、食べるときに塩昆布をちょっと上にのして混ぜて食べるといいと思います。色はねちょっとお醤油が入ってるんで、あと塩昆布が色はこんな色になってますけど、ここに塩昆布をちょっとのせて ね、これをちょっとこうよく混ぜて食べるとまたね塩味がちょっと強くなって美味しいと思いますね。3合だと結構ありますよね。はい、こんなにできました。よかったら作ってみてください。終わります。よいしょ、さすがに熱い